こんにちは。こんにちは。ケーブライト坂本です。ケーブライト柳です。今週は阪急杯です。宮城県に向けての、はい、まあ、重要なステップになるんですけども、その前にまず今週、はい、水曜日すごかったです。まああのね、追い切り VTR とか見てもらったら分かると思うんですけど、霧が ね、 濃かったですね。すごかったよね。なんで、まあ、コースもそうですし、販路も、まあ、馬によっては、うん、ラスト一波論見えるか見えへんか確認するのが精一杯っていうところがあったんで、まあ、ちょっとそのあたりはなかなかね、追い切り判断するの難しかったんですけど、はい、普段から判断しにくいのに、そうですね、さらに判断しにくくなっているという、ね、なんでまあ中間の追い切りとかそういうのも含めて総合的にちょっと見ていきたいなっていうところなんですけども、どの馬からいきますか。どの馬からいきましょう。あいう順でいきます。どうします。言ったらアドマイヤゴッドと何だったっけ、ロジックライが合わせてたんよね。そうですね。でアドマイヤゴッドはどうかな、まあ合わせ馬でびっしりやられてそれなりの動きをしてたんだけど、それ以上にねロジックライの動きの方が逆にねよく僕は見えたんだよね。うん、まあ、休み明けを1回叩いての上積みっていうのかな、そういうのも十分感じられる内容だったし、もともと長距離走る、ね、タイプなんだけどさらに良くなってるなっていう印象は受けました。ここにそうね結果出てないですけど、うん、ほんまに動き自体は全然ずっといいんで、まあ、うん、今回のこの専用きっかけで変わってもいいかなっていう感じはしますね。はい、はい。次は矢作久志さん、とシャイデン、あーどうだったね、矢作久志さんの日当だったらリライアブルエースの方がよく、あ、お願いします、すみませんでしたお願いします。エントシャイデンの方はね、まあ時計、うん、まあ、内目回ったんで、うん、そこそこ時計は出たんですけど、うん、動きはね、まあ、うん、悪くもなく良くもなくという感じで、うん、まあ、そこまで大きくこう前進っていう感じなかったんですけど、はい、でリライアブルエースの方はあのすごい推進力もありましたし、うん、馬っぷりもね、よりこう迫力出た感じがしたんで、うん、まあ、前々回かな、うん、あのちょっと体がね増えすぎていたこともあって、あ、そうですね、まあ、前回体絞れてたし、でさらになんていうの上積みが見込めたら、ね、うん、面白いかなと思うしね、ちょうど人気も、うん、落としるかな、とこかな、ね、うん、なんでそう休み明け、3戦目になるんですね今回ね、うんうん、今が一番この馬は状態良さそうに見ました。でどうでしょうか、ダイアナヘイロ、ダイアナヘイロ休み明けで、うん、まあ前回同様ね、若干ねもたれそうな雰囲気は、うんうん、あったよね、あの霧の中からちょっと出てくるとき、うん、ね、まあビデオ見てもらったら分かるけど、あのそういう面はあったんだけど、まあ足取りそのものはね軽快かなっていう感じはありましたね、はい、まあ、ちょっと気分屋なところがあるんで、うん、実践のところですけどね、うん、レースでも、しっかり走らなかったりうまくこう ね気持ちが集中力が出てくれば、うん、いいかなという感じですね、うん、でミスターメロディー、これは、はい、僕はめっちゃよく見えたんやけど、うん、まあ、選手の追い切りかつ、まあ、今週ね、まあ、あの切りもったいなかったけどね、前半の、ね、駅っぷりとかちょっと確認したかったんだけど、まあ、選手の印象でいうと全体的なフックワークじゃん、フットワークの力強さが見受けられたかなっていう感じもあったし、で、まあ、先週あのパドック評価のパドック評価やった、なんかあのギャロップでやってるよね、はい、あれの、うん、担当やったんだけど、写真見てもねすっぴ仕上がってるなっていう印象だったのでね、で、まあ、追ってからっていうの、仕掛けてからっていうの、そういう俊敏な鋭さもあったかなっていう印象でしたね。ちょっとね、あの、うん、テンションがね上がりやすい馬にしては、うん、やっぱり陣営もその辺はね、
中間ずっとこう馬なり中心でテンション上げないように工夫して調整されてましたし、まあ、その効果で、ね、いい適度な気合乗りで、うん、あの先週今週と追い切れてたんで、まあ、いい状態で登れるんじゃないかと思いますね。とはレッツゴードンキーは ね、まあ、ねやっぱりあの、はい、林さんにお願いした方が僕らよろしいかと非常に今見ている人もいるんですけど、ね、なんか、すごいね、私に先週ね私に振るなって顔してるんで、そう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 僕らしかパクになってたのにもかかわらずまあ、ねうん、なんていうんですかね、やっぱ牝馬やけど牝馬とは思えないぐらいたくましい、そう体つき体つきやし、うん、それでいってこう動きはね、あの非常にこう手先なんかも軽いですし、うん、まあまあやっぱりこうポテンシャル高いなっていうところ、ね、感じはあるよね。今までだったら追い切りでもしまいがピュって伸びる感じはなかったんだけど、この中間ちょっとそういう仕草が見られるよね、林さん、うん、そうですね、まあ、調教師はちょっとお釣りあるみたいなこと言ってましたけど、うんまあ、仕上がりはあの本番でも力出せる仕上がりにはあるっておっしゃってました、はい、いいと思いますじゃなくていいと思います、はい、めっちゃ乗り込んでますので、うん、そうですね、先月の中場ぐらいからね、うん、びっしり休みなく乗り込まれてるので、まあ、いい仕上がりだと思います、はい、確かにね、本番は次ですけども、はいですね、評価を下げることはないということで、はいこんな感じですかね、その辺りで、ねうん、いいですかね、まあ、結構だから、感覚空いた馬とかもね、うん、いますけど、うん、それなりにみんな順調に仕上げてきたかなと思われますね、いう感じで、はい今回は締めさせてもらいたいと思います、はい、以上です、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。